そうそうそう、今日じゃあ、和田万儀さんです、今日。はい、カメラ片桐さん、小俣さんで、こっち、清水さんで、酒井さんで、宮坂さん、よろしくお願いします。あ、そうだね、今度は自己紹介するか。それはねえでしょう。ねえ。俺は水面の忠って言えばよかったんだ。はい、皆様こんばんは。
12月15日月曜日、しゃべくり松代216回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝から曇り空でね、ちょっと寒い一日でしたですね。はい。さて今日のゲストをご紹介いたします。松代町殿町にお住まいの和田バギさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて和田さんはですね、今年6月10日にですね、九州城下町っていうのをですね、一応発刊いたしましたですね。これちょっと溶かしていただきます。はい、これを、発刊していただきました。これですね。はい、これ自費出版されて、されたということで、一応まああれですね、おめでとうございます。それでですね、まああと別に晩菊、これも2冊ね、これもやって、もう一つ宍道湖、この3冊、出版されました。はい。これをもとにですね、お話をお伺いしていきたいなというふうに思います。その前にですね、和田さんの、まあ、略歴っていうのはちょっと本の方にも載ってましたので、ちょっと拡大してみました。これちょっと和田さんのあれですね、ちょっと説明していただけるとありがたいんですけれども、お生まれはですね、いつでしたですかね。お生まれは松代町牧島です。はい。で、何歳、何年あれですか。86歳ですね。86歳ね。昭和3年ですね、生まれはね。はい。それでですね、あともう一つですね、34年には松代町の町議会議員なさってますよね。ええ。それの時のあれですかね、どういう形で、なんですかね、町議会議員になろうと思ったんですかね。私は、はい、割合に社会的な仕事が好きでありまして、はい、まあ、議員にでもなって、はい、少し町政のことを研究したり、はい、あるいは自分の思うように持っていこうとしたりするのが、はい、私に向いていると、このように思いまして、はい、これ何期勤めたですか。一期です。あ、一期でね。はい。あれですかね、その時のその松代の状況ってどんな具合だったですかね。松代の状況は、はい、今のように、はい、まあ近代的でなくて、ええ、やはり戦争の跡が残っておりました。はい。そういう中でもって、はい、もう少し松代を発展させようと、ええ、こういうふうに思ったわけであります。はい。まあ、それでもって立候補されたということですね。はい。はい。あと昭和49年に小林、京先生に、指示をっていう形でありますけれど、これはどういうあれなんでしょうか。小林京先生は現在もう亡くなっておりませんので、はい、この先生の、うん、またその先生になりますが、はい、薄田阿郎という、この先生は全国的にも知られた有名な先生でありまして、はい、その流れを組んだのが小林京先生でありまして、はいはい、この薄田先生の系統の方々はこの辺にたくさんいました。あとはあれですね、その後っていうと58年に今度は長野市会議員になられましたですよね。ええ。これ何期務めましたですか。3期です。3期ね。3期って言って12年っていうことですね。それは何か思い出になるものってございますかね。思い出になるものは、はい、やはり長野市でありますからたくさんございます。ええ、はい。細かいことをいちいち申し上げられませんが、はい、やはり一番思い出すのは、うん、高速道の松代インターの誘致、はい、あるいは高速道の道路を、はい、作ること、はい、
こういうことに大変神経を尖らして頑張ったつもりであります、はい、あ、そうですか。その他にまだございますか。その他に松代も10万石の城下町ということで、昔から有名にはなっておったんですが、それほど皆さんに言われるほどの活発なところはありませんでした。なるほど。それで長野市に合併してから、はい、私どもが考えたのはオリンピックの冬季五輪、はい、冬季五輪に立候補しようということでありました、パラリンピックというのもございますが、はい、これはまた別なオリンピックでございます、はいはい、このオリンピックを誘致するためには相当の時間とお金が必要になってまいります、私ども議員あるいは職員はそのために、だいぶ活動をしたつもりであります。ああ、そうですか、はい。あとこれあれですね、同じ年に、ね、白猿代表に就任ってありますけれど、これあとあれですね、現在は夏木俳句会会長ということですけれども、この関係っていうのもちょっとご説明いただけますか。夏木俳句会というのは現在は、はい、須坂に、まあ、本店ですね、ええ本店がありまして、はい、この近所にも夏木に、加入している人は割合に多いわけであります、約300人ほどおりますが、その会の、まあ、会長をやって、おるわけであります。これ何年ぐらいやられたですか。何年ぐらいなんですか、今現状。もう会もう長いですね。長いですか、もう長いです。もう交代させてもらいたいんだけどもそうですか、はい、15、6年から20年くらいやってるような気がします。あ、そうですか。なるほど。それであとあれですね、和田さんがその俳句を始めたのはいつ頃なんですか。またそのきっかけっていうのはどういうきっかけですか。お話しいただければ。俳句始めたの、うん、俳句はね、自然現象を、相手にしますので、はい、この自然現象というものに対して私は、非常に、好感を持っており、はい、やはりこの五七五という、俳句そのものが非常に短いということ、それに魅力を持ったわけであります。なるほどね。まあそういうことからして、はい、俳句をやってみようと、うん、若い頃からそういう興味は持っていましたので、思い切って始めたわけであります。ああ、そうですか。大体何歳ぐらいからですか。何歳、うん、何歳ぐらいから始めました。中学、入って間もなくだから。あ、そうですか。15、6歳、16、17歳だね。あ、その自分からやり始めたっていうことですか。いや、ずっと長く続けては、うん、おりませんが、はい、やはりまあ、思い出した頃あるいは暇な時に、うん、俳句を作っておったと。なるほど。朝から晩までそれっきりやってるというわけじゃない、わけじゃないもんね。そうですね、はい、わかりました。まあ、あと1回目が発刊した平成2年で新宿校っていうのがありますよね。これ新宿校、この中でなんか和田さんが気に入ってるやつ、句っていうのが何個かあるっていうので、選んでいただいたので、これですね、長引かせてなんとかっていうのありますね。これちょっと説明。長引かせて、はい、マントにひむる志、うん、これ昔学生というものは、うん、はい、マントをよく着たもんでありまして、はい、まあ、学生の象徴であったわけであります、うん、それもその風に吹かれてこう
なびかせているのにかっこよさを見たわけでありますが、はい、そのマントに、自分はこういうふうにしたいという志を持ってるんだと、うん、隠して あるんだと、うん、まあそういう意味でもってこの句を作りました。作りました。はい、じゃああと続いてこれ晩菊っていうこれですね。晩菊という中でこれは何ですか。晩菊という、はあ、句集も作りましたが、はい、これは平成18年に出しましたが、はいはい、この中で一句ちょっと読んでいただけます。墨を知る人隣り合う宇太松。墨をっていうのは栗生墨をさんです。さっき言いましたあの教師先生の、うん、まあよりも五つ葉が年上の先生でありまして、はい、やはりこの先生はこの善光寺平では非常に有名な先生でありました。この先生を私は知ってると、うん、言って長良川岐阜の長良川の、うん、鵜飼に一緒に、行ったんです。船に乗ったと、はい、まあそういう思い出をここに書いたわけです。なるほどね。はい、でその後がこれが城下町っていうのでこれ出ましたですね。城下町っていうのね。城下町、はい、城下町は平成26年つい先立って出したばっかりでありまして、そうですね、はい、この中でちょっとあれですね、また句が出てますんでこれもちょっと読んでいただいていいですか。秋雪秋の雪、はい、の火種まともや見晴らし台。秋雪の火種まともや見晴らし台。秋雪っていうのは冬降る雪じゃなくて秋降る雪、これは高い山へ行きますと、はい、うん、そうですね、秋でも雪がちゃんと降ります、はい、それがその今の海津城市、はい、松代城市の見晴らし台から天気のいい時なんかはっきり見えるんです、うん、アルプスなんですか。アルプス、アルプスです。あ、なるほどね、はい、北アルプスになるわけですね、うん、はいはい、このアルプスの景色が非常に私は好きで、はい、それでこういうふうに作りました。なるほどね。あともう一つ句がありますよね。この、こちらのこの句、豪の闇いでて若葉をまぶしめり。これは豪は象山地下壕のことであります。あ、なるほど、はい、象山地下壕の暗い中から出てきて、うん、それで外へ出たらまぶしかったと、うん、その中に若葉が生えていたと、はい、光っていたと、うん、こういう景色を見て作ったんですが、ね、太平洋戦争末期、ね、象山地下壕を作りました。無駄な、はい、金を使ったわけでありますが、はい、この壕を出てからこの若葉が目に映った、それが非常に印象的でありまして、はい、平和の尊さをしみじみ感じたと、うん、こういうわけで、まあ、そういう句だということですね、はい、なるほどね、わかりました。あとあれですかね、この今現在夏木俳句会の会長さんをやっておられるとかっていうんですけれど、今後はどんな取り組みっていうかお考えでその会を運営していくおつもりですか。ああ、はい、一つはね、はい、農村文化活動の一環として私どもは考えておるんです、はい、で終戦後は各町村の青年団の人々が割合にこの文化活動俳句会などをやっておりましたが、はいはい、最近いくらか皆さんが飽きてきたせいかどうか知らんけれども、うん、割合に会員が減ってきたということでありまして、うん、はい、この文化活動をもう一度活発に
やりたいもんだとこのように思っております。なるほど。で県の農村文化協会というのはこれも割合に力がなくなってきましたが、農村文化協会というのがありまして、この協会の方々の力も借りて、はい、とにかく俳句をやる人を増やしていきたいと、はい、まあ、このように考えていらっしゃるね。考えていきたいと、このように思って、はい、わかりました。まあ、ちょうど時間になりましたので、今日は本当お忙しいところいろいろとお聞かせいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本名さんでよろしくお願いします。はい、どうだね。OK です。え、ちょっと待っててね。はい、ご苦労さまでした。はい、ありがとうございました。どうも。はい、はい、それでは、お知らせの前のあちら、予告の前のお知らせ、はい、間違えましたね。あのね、12月21日、はい、日曜日ですけども、はい、午後1時からね、はい、これあれですね、西条にありますね、西楽寺さん、これね、宝珠の上に太陽が沈む光景を見る会っていうのをやるんです。あ、ね、聞いたことありますか。頭の上にこうやってシャーってやるね。そうそう、うん、そうなんですね。それをねちょっとやろうかなっていうんで、うん、今回珍しくね、うん、1時半から2時の間に見られるっていうことで、なるほどね。はい、まあ大体ですね、これ太陽が沈む時刻は2時20分頃じゃないかなって、うんうん、ね、昨年はねちょっと雪が降っちゃってね、受付は良かったんだけどね、ちょっと難しかったですね。はい、はい、今年はね、今年はいいように、はい、お祈りしていきたいなというね。はい、はい、それでは、はい、予告を。来週はですね、はい、217回、はい、これ介護の助っ人に聞くっていうので、なんかね、いろんなね、その介護用品を開発してるっていうね。それでやっぱり皆さんその介護ね、手助けすることができるかなっていうので、小林さんという方、お呼びして、なるほど、西田さん、まあ、久々に、久しぶりに、うん、そうやっていただくようになりますんで、はい、これもちょっと、ね、そういう社協だから、あ、そうそう、ね、そうなんです、はい、そんな形でお聞きするっていうような話を聞いてますんで、はい、楽しみですね。はい、そういうことでよろしくお願いしたいなと思います。はい、分かりました。それでは来週の社協でましょう。どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。